やってまいりましょう。手持ちの積むすべて紹介しておるまで終われません。続きましてはワンワン物語よりレディーね、少しの間コインがたくさん出るよという積むですね。まあ、通常プレイするとなかなかね、何かボムが出てきたりとかそういう特殊能力を持っている積むというわけではありませんので、まあ、なかなかね、なんて言ったらいいんだろうな、コインを貯めていくにはちょっと連チャンとかっていうのはむずいと思うんですが、なんとこういう場合なんかっていうのは多分ね、たまたますげえ偶然いい感じで、ボムポーンと出したら、ねえ、これだから、その何かその消す能力がめちゃくちゃあるっていうわけじゃないんだけど、うまくその連チャンできるようなタイミングでできれば、まあ、ノーマル積むって言ったらあれだけどね、そう、まさかの1000コインオーバーを狙えるというね、結構優れてるっちゃ優れてるっていうところかな。ほい、ほい、ほい。チュイーン。あ、やばい。あー、ギリギリダメでしたね。てれてれてて、てれてれてて、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 てれてて。そう。いやー、ちょっとね。今日は、休みのね、日曜日にね、撮影してるんですけどね。いやー、この、休みは、なかなか、ハードだった。何よりも金曜日がね、恐ろしいまでのハードな一日だったんで、まあそのダメージをこうちょっと土日で回復しきることができず、ちょっとね、なんかイライラしてしまったという感じで、奥さんに迷惑かけたな、あれはよろしくなかった、なんていうこうちょっと懺悔を残しておきます。ということで900コインいったね、なかなかいいんじゃないですか。では次回。